おはようございます。ヤコペッティです。東京大阪自転車旅行3日目。昨日はね、福島県の須賀川市に、一泊しました。今日はね、今須賀川市のホテルのガレージなんですけども、須賀川市からですね、阿武隈川沿いのサイクリングロードに入れるということなんで、ちょっとそちらを通ってね、ゆっくりリラックスしながら走って、今日は一応目的地仙台まで行きたいと思います。本当はね、宮城県入りして白石まで行きたかったんですけれども、白石ちょっと泊まるところが少ないみたいなんで、しっかり泊まるところ確保という意味では、福島県でね、今日ちょっと距離短めですけど、福島県まで行って、ゆっくり休んで 明日最終日4日目仙台入りを仙台入りに備えるということでね、今日の距離は短めにしたいと思います。それでも80キロぐらいになるのかな。はい、では、今日も一日安全運転で行ってきます。